場合はちょっと変わってて、初めに友達がね、こうイラストを大阪の出版社、東京がメインなんですけど、はい、大阪の出版社で友達がイラストを描くっていうことになって、はい、それだったら私も使ってもらえないかなと思って、イラストを描いてたやつを持って行ったんですけど、はい、そしたらそこの出版社の社長さんが、これ今度なんか新しい雑誌を創刊するから、そこで漫画描いてみないかいっておっしゃって、でそこから千話伝という作品を始めさせていただいて、それがデビュー作になります。としての辛いことはやっぱり時間はね、自由に自由業とかいう割には全然自由にならないっていうことですね。あんまり外にも出れないし、ただ楽しみやっぱり趣味でもともと書いてたんで、それ書いててお金もらってご飯食べるなんてねえ、これ以上楽しいことはないんじゃないかなみたいな。構想あるんですよ。それまた資料がね、いりそうなもんばっかり考えちゃってるもんだから、うん、それをどうやって調達しようかなと思って例えば古代ローマものとかちょっとやってみたいなとか捨てきたりしてるんですけど、それってね、なんていうの、生実家資料がありすぎるんで、うん、もうローマに行ったら古代ローマの本ばっかりなんですよ。どっちかって言ったらルネッサンスよりも、はい、なんでこの中からどうやってピックアップじゃいいんだみたいな最近はね、でもちょっとペース落ちてきてるんですけど、うん、昔はやっぱり120ページとか一月に書いてる時もありましたね。120ページ今は50ページ前後ぐらいだけど、まあちょっと忙しい月で80ページとか、年から全部、年からです。アシスタント何人持ってますか？基本的に1、2、3、約7人ぐらい。あそう、ね、一応ピークでも7人、ピークでね。だから普段ずっと長いこといる間は5人ぐらいじゃない？6人もいない。やっぱりね、女の子がさ、好きなもん同じだよねどこの国でも思ったけど反応も似てて、いや、それはね、アメリカ人の方がやっぱり反応はすごいですよね、その辺は、ね、うん、ちゃんとなんかわーってやってくれるし、ノリがいいしあれはすごい嬉しいなと思いますけど、うん、でもそれに対する情熱っていうのは日本人と変わんないぐらいの感じ、うん、日本人もやっぱりわーとはならなくてもね、うん、うちわーっと好きなんで、うん、昨日までね、仕事してたんでちょっとすごい片付いてないんでしょ。こちらにこう原稿を置かれて書かれて、これゴージャスかなと思う。こういう感じで、ゴージャスカラートだから全然映して OK ですこれ今もうやってる最中の最新のやつです。こちら書かれたのは先生ですか？え、それはそこの馬担当のアシスタントさんで、アシスタントはいろんな、担当が、ね、担当で分かれてること多いですね、はい、こういう服とかドレスとか若いのを描いてくれるのはそういうの上手い女の子がいるんで、そのアシさんに任せてるんですよ、はい、でも馬とかになるとその彼に描いてもらう、馬とか車とか。あ、じゃあ、先生は何かを書かせていただけませんか？うん、いいですよ。どうぞ、ここに座ってんだし。その鉛筆は何年ぐらい使ってらっしゃいます？これはつい最近ですよ。つい最近ですか？うん、すごい年季入ってるように見えるでしょ。うん、そういうふうに見えるんですけどね。これはね、バンテリンをぐるぐる巻いた上に、この包帯でまた補強して、そこになおかつセロテープを貼って、私がこうやって触ってるんで黒くなってるだけなんですつい最近まで10年もののやつ使ってたんですけど、パキッとここが、ね、折れちゃったんですよ。まあ、10年も使えば10年使ったら、だってこの鉛筆で100円ですから。
この間までカンタレルやってたのチェーザレが入ってました、ね、ちょっと凶悪な顔つきになってる。ちょっと凶悪な顔を描かなきゃいけないんでね。凶悪な気分の時はいいんですけどね。っていうのもこうキャラクターの顔を描く時って今みたいに色紙だったら別にあれなんですけど、漫画のキャラクターでこういうコマのやつを描く時とかっていうと、この人たちが演技してるじゃないですか。例えば、うん、これなんて切ってこう目線を向こうに向けて、はい、まあ、そうですね、あの人たちを罠で逃がしてあげてっていう風なの、はい、これは銃を持ってるんですけどね、はい、キッてした顔の演技をしなきゃいけないって思ったら、はい、こっちがもうその入り込んでこの人の心境でこの顔を描くことになるんで、だから無心っていうよりむしろこのキャラクターの気持ちになってる。そうそうそう、はい、声優さんのなんかインタープレテーションとか先生の頭の中の声は違いますか？オリジナルの作品で披露していただいたら、うん、セイマデンっていうのを CD にさせていただ いたんですよ。でその時は私がこの人はこの声優さんで行ってほしいっていうリクエストを全部したんですね。でそれが通ったので、あ、もうぴったり超感激みたいな。お、今は亡き塩沢兼人さんとかやっていただいたんですよ。色を選ぶときに何を考えていますか？調和？ん？調和？調和？で、バランスとかですね。あ、目が命なんで、目だけはちゃんと描いてあげないとキャラが死んでしまうんですよ。目に力が必要ですね。目力です。そう、目力ですね。時々なんか、漫画のあまり知らない人の質問は、なんで漫画のキャラクターはみんな目が大きいと聞いてるんですが、なんか感動が分かりやすいとか、うん、心の窓ですから。目楽しいですね、描くのは。目楽しい、だから一番最後に残しとくの。あ、楽しみ、最後に。じゃあそうすると食事でいろんなもの出てきたら一番美味しいものを最後に残すタイプですか？タイプですね。やっぱりもったいないじゃないですか、しょっぱなに食べたら。なんでいかがでございましょうか？ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしいですね。来ました。ありがとうございます。ミッチュリーです。